にちは、あみです。本日はですね、昨日に引き続き気候上の絶対者やっていくんですけど、昨日の動画でね、あのアドバイスをくださいって言ったんですよ。そしたら結構いろんな方がねコメントを残してくださって、本当にありがとうございます。それをちょっと参考に今日はやっていくんですけど、昨日の時点でのちょっとアドバイスというかコメントをちょっと拾うんですけど、まあ、まずねキャラというより立ち回りを覚えた方がいいよっていうコメントとか、あとキャラで言うと、ちょっと武器を変えた方がいいんじゃないみたいな意見もありましたね。でもね、みんなが言ってくれる武器大体持ってないっていうところはあったんだけど、ペガサスの武器とか、あとベースで言うとサクラとかも遊戯とかも強いよって言ってくれたんですけど、まあ、持ってないんだよねそこは。なんでちょっと参考にしつつなんだけど、ベースはちょっと変えてません。今画面に出てると思うんですが、武器を変えまして、マヒトのアシストをね半蔵にしたらいいんじゃないっていう声があったんで半蔵にしております。これ確かにね強い。てか作ってなかった、この武器。半蔵の武器作ってなくて、バインドと、レッツもね1個あるし、暗闇2つあって封印もあるから、ちょうどねいいんじゃないかっていうことで採用しました。ありがとうございます、コメントくださった方。あと雲をどうにかしたいって言ってたところは、みんな意外と雲は別に対策しなくていいんじゃないっていうことだったので、はい、そのまま対策しておりません。で、変えたところで言うと、ベリアルに、学園スサノオだったところを、これフラッグの武器、これニターヘイストとがあるのと、操作負荷と L 字があるのでちょうど良かった。これはちょうど良かったんでこれつけました。これもね作ってなかったんで武器作りました。で、闇魔陸に、学園佐野美琴の武器をつけてて、で稲にシェリング、ここは変わってないですね。エルギガンテにエスカトンジャッジメントだったのを伊之助の武器にしました。エスカトンジャッジメントつけてた理由としては、暗闇が1個あったからなんで、半蔵で暗闇が足りたので伊之助武器に変えました。そして板取りも同じく暗闇の武器にしております。もう変わってないですね。でバッチも変わらず HP バッチで、これでちょっと再挑戦してみようかなと思います。気をつけるべきは6階の遅延と8階のファールバッティ、ファールバッティまでに稲をため直すっていうとこね。やっていこう。よし、これで勝てたらどうする。勝てちゃうかもしれんよ、みんなのおかげで。さあ1階層、ここはちょっと立ち回りが昨日と違ってくるね。最初にベリアルのところにターンヘイストでいいのかな。そうだね、ターンヘイストしといて、で闇を作ってくれるから、あ、一旦受けようか、一旦受ければいいのか。行きましょう。ちょっとはい、変な雰囲気しましたけど、一旦受けて、はい、なるほど。これででも 20% 切ってないんで、もう一回受けるんだけど、マリ君のとこ打っちゃおう。打って一回 L 字でもう一回受けてみよう。ちょっとこの辺の調整まだちょっとよく分かってないけど、受けれる？あ、受けれそう。あ、いいんじゃない？ナイス調整じゃね？そしたら、板取り変身の、シェリングで、またスキルダメと。あ、いいじゃない。いいじゃない、いいじゃない。これさ、今を貯めるのがちょっとさ、関数的に、ちょっと長いんだよね。2回で、また今使わなきゃいけないから、から食べ直すのはちょっとだるいなって。え、だるいなってだるいなって思ってます。稲だけに、うん、稲だけにだるいなって。はい、あと2ですね。一旦ちょっと軽くジャブ打っとこう。そしたらマヒト変身できるけど、一旦もう一回殴っていいんじゃないかな。あ、でも貯める必要ないか。行っちゃおう、マヒト変身しちゃおう。とりあえず1回以上は突破でいいんじゃないかな。
OK OK ナイスカンスト。でここでイナを使って両面スクナ使ってここをちょっと時間かけていくか。なんか前回こう3ターン4ターンぐらいかけていきたい慎重に。だから列じゃなくて L 字でいいんじゃないかな。列で削りに行かずに耐久。すごい闇が消えたけどね。削っちゃうよねそれね。削っちゃうね。そうだよね。あでもちょうど真ん中が残ったね。真ん中だけ残して他倒す的なことをしたい。あ全然右も倒しきれんかったけど大丈夫そう。ああ耐久力ありがとう。よし突破していこう。怖いんでこんな感じでいいんじゃないか。よしで次闇九州はやめてほしい。捨ててるんでここは相変わらず捨てていますので本当にやめて。5分の1、5分の1、5分の1。おい光ちょっと危ないけど消さなきゃいいんでしょ。消さなきゃいいんだよ。 OK と4消し回復4消しの OK 次光消さないようにしたいね。あー暗闇すごい飛んだ。あー OK いいよ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 。光がどこに、ここに光、これ光来るんじゃないでしょ。 OK 倒したよし。でここ覚醒無効のルーレットね。ルーレットじゃないパターンあるよね確か。ルーレットの方やめてほしいな。でマリックで回復 C の爆弾入れ込み L 字頼みましょう。ここが闇 OK です。これで多分組んでる。危ねー。よし列で組んでると倒しちゃうからちょっとターン数かけましょう。 OK 一旦かけていこう。ひながあと11。ここはもう一回 L 字倒しちゃうかな。ちょっと倒しちゃう気がしなくもない。帰ろ。よし、おお。画面が暗いです。画面が。オッケー。でも暗闇が目覚めがここで終わりますね。おお、いいじゃない。だからあと9、たまりそう、たまりそう、頑張ればたまりそう。で、次の階層がね、ちょっと注意なんだよね。2ターンチェーンがあるから、まあ、人が下げられて。闇欠損する場合がありますよ。ちょっと列組んじゃったけど L 字にしたかったけどね。まあいいや、まあいいでしょう。L 字で耐えたいな、 L 字で耐えたいな。どうですか、どうですか、どうですか。あー闇乗った今。倒さないで。ナイス、また倒したけど。ここでデバフがなくて遅延が来る。そっか、イナも遅延食らってんのか。だから溜まりづらいのは、回復がないので、一旦ベリアル使わずに引くな。やばい、次闇降ってこないと死ぬやん、これ。2個降ってこい。2個ぐらい降ってきたよ。あー降ってこないじゃん。なんで？ここは降ってこようよ。これミネルヴァ祈りするしかないな。まただよ。仕方ないよ。死にたくないのに。はい、L 字で耐えましょう。仕方ない。いやーじゃあもうパールバッティ積みじゃん。いやーしかもワンパンできないからな、パールバッティ。できたらいいんだけどね。ベリアル、スクナ、イノスケ。
きましゅ、いきましゅ、はーい、カワリンが残っていく。で、よし、はい、ゴレンガチャドラは大丈夫だね、多分。領域展開、まあ、光だから問題は次ミルバが出るかどうか。ミルバミネルバ、あー、ミネルバ、ありがとう。ここは根性発狂に気をつければいいんでしょう。いやー、雲対策したいな、やっぱり個人的には。ちょっと邪魔だね。LG 入れの交換でしょうか。 LG をどこに組みますか。組めませんでした。組めませんでした。すいません。次。ああ、なるほど。そのぐらいの削りか。ちょっとロック解除したいんで。LG。手紙は温存しとこうか。温存しとこうかって言いながら消しちゃうあるある。あー、なんか怖いな。発狂14%とかだっけ。怖っ。これあれ、向こう感じなくなかった。ちょっと雲で見えんかったけど。あ、半分削った。あ、やめて、こっちの声。いや、次さ、これ闇の量によってはいけそう。あー、すごい作るじゃん。パリ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 で、うわっ、ごめん。これは言ってほしい。あ、闇のピンクカンストでしょう。あー、あぶねー、怖えー。いいよ、まだ9回だけどね。9回、アンドロメダって何。あー、なるほど、そんなに怖くはない感じかな。ロックしてくるっていう感じ。ロックはまあイナ使っていっていいんじゃないかな。イナの後ろって貯めた方がいいのかな、わかりませんね。あ、怖っ、うーわ、怖っ。これちょうど半分今削ったけど、次さ、ミリ残しの可能性あるやん。いや、でもこの量だったらな、いけるな。これはいった、さすがに。踏んだら次がバルディンか目の見なかち。 OK、 アンドロメダ優しかった。これワンチャンあるよ、分からんけど。目の見なかち、この人は 20% で発狂かな。気をつけよう、気をつけよう。無効貫通じゃなくて、いいや。レッドレッツでどんぐらい殴るかじゃない。入るか見てみようか。はい、回復4にしはすぐない。あ、スーパンできそうじゃん。いいね。ちょっと水ロックされちゃったけど、ピー結構いっぱいあるから大丈夫かな。これは火の感じからしていけそうな感じがしている。頑張れ。結構サクサクじゃん。前半の方がちょっと危うかった感じがあったよ。6回ね、11回。お、イルム、そんな攻撃があったの。あ、ルーレットじゃん。13% 発狂。ルーレット対策って必要？あ、やるか。得意な人はいらんのかな。はい、ちょっと回復4消しできんかったけど、まあ耐えれたでしょ。これ危ないな、ちょっと。うわ、しかも攻撃いた。控えるダブリしようか。今のちょっと
怖かったかも。劣化しの回復を削りそうな感じだった。これ以上だと発狂やめて、変な持ち込みやめろ。オッケー。ああこれ、あめっちゃいい調整なのでは。そしたらここは全力でいきたい。さっきは光だったからドロップ数が微妙かもしれない。頑張って取り出したいけど、そんな技術あったっけ。取り出せない、取り出せないよ。頑張って、うっ、もう一列組めたら絶対いけたじゃん。これルーレット対策したいけどな。ここに入れんのよ。頑張ればいけそうな感じはした。みんなのおかげで成長はしました。ちょっと6階の欠損が鬼門だけど、そこ気をつければイナが溜まって、レパールバッティも多分大丈夫なんで、ちょっとまたみんなのアドバイスを参考にして挑戦したいなと思います。ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではさよなら。